皆さんこんにちは、なおみちです。続けろやっていきます。スプリングステータス、ステークスですね。まあやっぱりブルボンにはかなわない。まあそりゃあね、そりゃそうでしょう。ブルボンじゃなくてヘイローが相手だったっていう感じだったとしても、まあ勝てなかったかもしれない。先行ためらいブルードチェイサー。あー、何もらうんだろうな。北サンブラックに何もらえるんだろうな。直線回復かよ。じゃあいらねえ。ていうか、じゃあいらねえどころか、まだこの時点ではあれだ、覚えらんねえ。てかこれ、高松宮記念とかっていつだっけ。これあーでもちゃんと後で出てくるのね。後で出てくるけど3着以内ってちょっと厳しくない。これそれまでにある程度の地上げは しとかないといけないわけだよ。まあ6月後半なんで今、ちょっと私の大で、これで D に上がって、直線妨害。丸太持ち上げ。尊敬すべき理事長です。尊敬するべき理事長です。ありがとう集める理事長です。
それ違う人やねんって。まあ俺もね、このありがとう集めるの元の人、俺もお世話になったけどさ、昔。今はなんかもう全然志違くなってますけど、あの人とは。だからあの人に教わったことは今でも生かされてますよ。うん。その、あの人がやったことは間違ってますけどね。直線で、わずかに登る。あ、直線形か、これ。時給がわずかに回復。あ、でもスタミナはあれなんだね。あぶね、大神に、あれだよ、ハーフ馬神だよ。で、ハーフ馬神つったら1メーターっすよ。1メーター、あぶねえ。いやいやいや、危ない危ない。ハーフ馬神って。いや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 、ハーフ馬身ってちょっとちょっとみたいなところですよ。マイルじゃねえな。なんか短距離の、あれないのかな。短距離の G はなんかねえかな。そろそろ多分短距離受けないと。多分このまま行くと多分 URA もなんか短距離受けさせられるような気がするんだよね。あれーなんか大気がいる。嘘だろ。なんで大気が未だにオープン戦いるんだよ。いやお前もだっていう話だけども、もう俺喋ることないんだよね。あ、かかっちゃった。なんかバッサゴなんかちょっと僅差ぐらいじゃねえかこれ。なんかなんか大気になんか抜かれそうな感じがするな、これ。ここで
まあね。ああ。一旦休まねえとね。よし、パワーが20上がった。どうしようかな。まあ一応上げとくか。一応スタミナのパワーも3つとも上げないと、まあレースって勝てないしな、そもそも。負けてられないね。でスピード上がって直線降車。まあ500は超えたいよね、高松宮記念までの間に。まあ俺もよくわかんねえいうことでね、根性を上げると。まあ俺のまあ目標としては、あー、これダメだな、これ、うん、失敗だね。パワー、スタミナ、スピード、この3つが500以上っていうのを目標にしたんですけど、ちょっとダメっぽいっすね、これは。ダメだね、これは。出たー。安心ささし。パワープロで言うところの大丈夫博士ですよね。パワープロだと、対策として、メス持っとけば、とりあえず対応できるじゃないですか。で、持ってなかったら、まあ、やめとくを選択するみたいなのが、まあ、パワープロじゃないですか。で、これ、パワープロと違って、メスがないんで、相手持ち込むねえし。っていうことは、ね、やめるを選択するしかない。で、しかも、立ち悪いのが、大丈夫博士よりも確率が低いらしいんですよ、どうやら。触った感触だと。っていうことを考えますとね。あぶね、西野と差が あんまりね、4分の3馬身。1メーターちょっと。あぶね、1メーター。いや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 、嘘でしょこれ。いや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 。
いやいやいや、あぶねえあぶねえ。西のフラワーと4分の3マス、1メーターしか差がなかったのかよ、これ。うわぁ。あぶねえあぶねえ。で、次は函館スプリント1着。まあ G3 だからね。まあ、それぐらいはね、攻略して叱るべきだろうと。むしろ G3 で1着じゃなかったら、お前どういう、育成戦の、完全ミスってるよと。いう感じになっちゃうんで、あれ賢くさ22、なんでそんなの継承はしてるんだ、おかしくね。まあ一応、スキルなんかあれば抜け出し準備先行じゃねえかよ、これもう。まあ、キサさんブラックはもうね、逃げだからね。長距離コーナーかい。使わねえんだよ。それもう、この育成じゃ使わねえんだよ、この育成短距離だから。で、追加で走った上で、走るか。うわ、偏頭痛になってしまった。偏頭痛とは、偏頭痛でちょっと鬱な気分、やる気が上がんなくなる。まあそうですね、今鬱の問題ってあれなんですよ、結構問題視されてるんですけど、鬱ってそもそもどういう症状かっつったらですね、脳のどっかに裂け目、まあ高速でも考えられるんですけどができて、まあ っていう症状のことを言いますね、一般的には。あぶねー、夏休み入る前にレース出なくてよかったよ、これ。ちなみにこれさっきまでやんなかったんですけど、3連続で、3連続でレース出ようとするとどうなるかって言ったら、こういうことが出るんですよ。3ターン以上連続でレースに出場すると、やる気の低下などにつながるので注意してくださいと。はいはーい。まあそんなことはしませんよと。で、4月後半になって、
で、風神とトレーニングをすると、あーそっか、偏頭痛で調子上がんねえんだった、これちょっと恥ずかしいな、を選択して、で、スピードが B に上がって、痛みのなな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 、光を求めて、じゃらららら、運命さえ、運命、違う作品歌ってんじゃねえよって感じっていう言われるな。いや、ビビがさ、この間さ、ビビっていうね、アニメ、急展開になったんですけど、ね、YouTube にネタバレをしようとする男、いや違いますよ。スプリントギア。エンチフラ、成田ブライダー、ミアタカでサークル、アシアムトン、シャモ姉さん、オグリがなんか結構後ろから攻めるんだなっていう。そう、ちなみにこの爆心王の声やってんのがあれなんですよ、あの高校中退、高校中退じゃない、大学中退声優三沢幸佳ですね、っていうと不名誉な称号に聞こえるんだよな、不思議なことに。あー、せやった、これそうだ、これパワーがないからどうだろうなと思ったけど、まあでも逃げだったらそんな変わんないのか。そうか、逃げだから最初からスピード勝負でやっちゃえば、偏頭痛で調子が上がらなかった、治ったー。
わっしょーい。まあさすがサブちゃんに育てられた馬だよねっていうね、そういうお祭り騒ぎが大好きだやっぱ。多分ね、この動画見てる人わかんないかな、多分ね、さて、何を覚えさせるかなっていうところに来るよね。まあ勢い任せや普通に覚えさせちゃおう。コーナー覚えさせちゃおう。どうせ短距離で直線なんて最後しかねえんだから。まあじゃあ今日はここで終わりにして、マイル CS がどうなったかっていうのはまあ次回かな。